朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長の敬愛する金正恩同志が北朝機械連合企業所と重要軍需工場を現地指導しました。朝鮮労働党中央委員会のチョ・ヨンウン書記とキム・ジェロン書記をはじめ党中央委員会の責任ある幹部たちが同行しました。現地で企業所と軍需工場の幹部たちが金正恩総書記を出迎えました。金正恩総書記は北朝の労働者が党の国防と経済建設の政策にのっとり生産に励んでいることを評価しました。総書記は企業所の各生産工程を見て原産の技術装備の実態と技術改造の方向について把握しました。そして企業所の労働党員と勤労者が年末まで立てた生産目標について聞き、全的な支持と大きな満足の意を表しました。また北朝機械連合企業所は国の船舶工業の発展と海軍武力の強化で誰も取って代わることのできない重任を受け持っているとし、船舶工業の新たな時代を開くための革命的な方針を企業所に示しました。金正恩総書記は北朝機械連合企業所の近代化と国の船舶工業の発展のビジョンについて、今後党中央委員会総会は重要な路線を示すだろうとし、企業所の労働党員と労働者が今朝鮮革命の重大な要請を反映した新たな党中央の重大決定を獅子をたぎる心に受け止め、高揚した熱気で無条件応じる者との大きな期待と確信を表しました。金正恩総書記は重要軍需生産工場を視察しました。金正恩総書記は工場のイノベーションのはかどり具合について聞いて満足の意を表し、追加の生産能力の造成に関する方向を示しました。金正恩総書記は我が武力の強化で工場の占める位置と役割の重要性を強調し、工場の労働者が党と革命に対する限りない忠誠心と愛国心を胸に、実力と実践力で党の国防発展の政策を支えるものとの期待と確信を表しました。朝鮮民主主義人民共和国国務委員長の敬愛する金正恩同志に8月31日エジプトアラブ共和国のアブデル・ファタハ・シシ大統領から祝電が送られました。祝電は、朝鮮民主主義人民共和国創建記念日に際して金正恩総書記と友好的な朝鮮民主主義人民共和国人民に心からの温かい祝賀を送る、政治難関の長い歴史を有する両国間の友好協力関係は人民の共通の利益に即してこれからも強化発展するだろう。金正恩総書記の健康と活動での成果、友好的な朝鮮民主主義人民共和国人民の進歩と繁栄を心から祈ると述べています。意味深い青年デーに際してオープンした全国青年科学技術成果展示会が終わりました。平壌の科学技術殿堂で閉会式があり、国家科学技術委員会リードウィル委員長と青年同盟の活動家、青年科学者技術者が参加しました。閉会式では展示会に出品した各道の青年同盟委員会と各省中央機関の青年同盟組織の団体別ランキングが発表され、優秀な評価を受けた青年同盟の組織と個人に朝鮮民主主義人民共和国発明憲章書、科学技術成果登録証書、賞状、表彰状などが授けられました。決意の表明があり、社会主義愛国青年同盟中央委員会ムンチョル委員長が閉会の辞を述べました。コムドク地区をユニークな山岳渓谷都市、文化的な鉱山都市に一新させる朝鮮労働党の構想にのっとり、軍人建設者が住宅建設で飛躍を起こしています。数棟の住宅の骨組み工事が短期間で終わり、内部の仕上げ工事に本腰が入れられています。軍人たちは輸送路の開設作業など骨の折れる工事に身を挺して工事を推し進めています。また成果におごらず、さらに意気込んで成果を拡大しています。機械工業部門の各工場で
クオリティアップに励んで成果を上げています。連着ベアリング工場では生産工程と設備の近代化に力を入れて、上半期に20台余りの設備の性能を改善し、クオリティアップでも目立つ成果を収めました。安寿ポンプ工場では鋳物の進んだ生産工程の管理を計画的に進め、素材生産で合格品の比重を高めています。ダナム炭鉱機械工場では自らの技術力に頼って鋳物の品質を高めるための土台を築き、合金鋼の型を新たに製作して移動式コンバインの品質向上に役立てました。貯村最大の農業地帯であるファンヘ南道で今年の穀物生産目標を必ず達成するため勢い込んでいます。道では地域間農場間の競争熱風を巻き起こし、至る所で飛躍が起きるようにしています。営農条件と穀物生産計画が五分五分の農場同士に競争を行って、地域の農業の均衡の取れた発展を図る一方、競争での傾向を克服する対策を講じています。競争の総括を大衆の熱意を一層高める主な契機とみなし、政治的評価とともに物質的評価も重視しています。道では営農工程に従い、稲の取り入れと脱穀、秋の麦の箸などの競争要項を綿密に作成し、正しく実行する準備も進めています。偉大な金正日国防委員長の革命武力に対する指導開始63周年に際して、各国の人が談話と文を発表しました。コンゴ民主共和国の共産党書記長は談話で、1960年8月25日、朝鮮人民軍近衛ソウルリギョンス第105戦車師団の現地指導で革命武力に対する指導を始めた金正日国防委員長は、朝鮮革命の前に厳しい試練が折り重なるほど、人民軍を革命の支柱、主力部隊に押し立てて、社会主義を固く守り、富栄力に建設の万年の土台を築いたと述べました。モンゴル地政研究センター長はホームページに載せた文、歴史に永遠に記される8月25日で、国防委員長の不滅の軍隊指導の業績を称え、金正日国防委員長の思想と異名を寸分の狂いもなく引き継いでいる金正恩総書記によって、今日朝鮮は国力と国威を最高の境地に引き上げ、国家建設の全分野で世紀に輝く変革を遂げていると述べました。朝鮮人民との連帯及び朝鮮の統一支持アラブ委員会委員長、レバノン地政思想研究会会長、シリアダマスカス大学政治学部のサドル・バルル元学部長も談話で、強い胆力で熾烈な朝米対決戦を勝利へと導いた国防委員長の業績を熱く称えました。海外地域で核の災難を呼び寄せるアメリカと日本を非難し、これに積極的に追従する売国道戦争教のユン・ソクヨルを退陣させるための核階層の戦いが一層の盛り上がりを見せています。国民主権連帯、大学生進歩連合など市民社会、大学生の各団体が人力を巡回しながら戦争演習の中止、米軍撤退、売国道戦争教のユン・ソクヨル退陣闘争を引き続き展開しています。戦いの場で発言した人たちは、北をターゲットにした戦争演習は終わったが、アメリカとユン・ソクヨルの北に対する敵対政策が続く限り、核戦争の危機はなくならないだろうと述べました。2日ソウルで日本の福島核汚染水の海洋投棄の中止、投棄を容認するユン・ソクヨル政権球団第2回文化会集会とユン・ソクヨル退陣のための第55回キャンドル集会とデモが広く展開されました。全国民集会に日本の放射性汚染水の海洋投棄阻止共同行動、大学生進歩連合、共に民主党、進歩党などの5万人以上が参加しました。集会の参加者は、人類に核の災難を振りかけようとする日本とユン・ソクヨルに対する怒りをぶちまけました。
ついでユン・ソクヨルがたむろするリョンサンに向かってデモ行進を断行しました。国民に宣戦布告したユン・ソクヨル弾劾というテーマで開かれたユン・ソクヨル退陣のための第55回キャンベル集会の会場は、日本の核汚染水の放流を積極的に庇護し手助けする反民族群衆の怒りに燃えました。労働者と農民、大学生、市民、宗教家など各階層の数万人が参加した中開かれたキャンドル集会で発言した人たちは、ユン・ソクヨルは日本の核汚染水の放流のために民衆皆に宣戦布告した、この地、この社会を正しく立て直す道は一にも二にも三にもユン・ソクヨルの弾劾しかない、ユン・ソクヨル退陣宣戦にこぞって奮起しようと宣言しました。参加者は日本大使館とアメリカ大使館を経てファンファモンまでデモ行進しました。日本大使館の前で参加者は傀儡分子のユン・ソクヨルとアメリカ、日本の主会たちをキャンドルの棍棒で打ち下ろす象徴的な儀式を持ちました。一方、この日傀儡国会の前では全国教職員労働組合の主催で20万人以上が参加した中、ユン・ソクヨル政権の不当な教育政策を非難し反民族分子の退陣を求める大規模な集会が開かれました。マスコミ各社は全国民が抗争に突入、キャンドル独立軍が叫んだユン・ソクヨル弾劾などのタイトルで、対日追従売国奴のユン・ソクヨルを弾劾すべきだという声が強く上がった。野党が参加し戦いの様相はさらに激化する見込みだと伝えました。以上でこの時間のニュースを終わります。オーユンスク、カミソムがお伝えしました。こちらは諸村の声放送です。真心が与える福、昔から丈夫な歯は健康長寿の主な要因になるので五福の中の一つとみなされてきました。春安市のムース地区にはこの福を与える家があります。人民の健康増進のためには何も惜しまない敬愛する金正恩総書記の発案とエネルギッシュな指導によって10年前に建てられた近代的で総合的なユジョン歯科病院です。ここでは誰もが思う存分治療を受けることができます。患者の治療に真心を尽くしているユジョン歯科病院の人たちです。祖先労働党の恩情こもる病院で働く誇りを胸に、ここの人たちは歯科治療の進んだ技術と方法を取り入れて医療ケアの質を絶えず改善しています。近年病院では補設治療に必須のいろいろな医療機器や消耗品も国内の原料と技術で立派に製作しました。そして小児歯科の臨床分野では進んだ治療方法の一つと認められている未成熟永久歯の歯槽血管の再生術を、祖孫の子どもたちの体質的特性に合わせて確立し、現場でその効果が検証されたこの治療技術を積極的に活用しています。そして新しい材料による保存治療の方法を確立し、今まで抜かなければならなかった歯を保存させて多くの患者を喜ばせています。ここの人たちは来院者だけに福を与えるのではありません。ユジョン歯科病院では出張ケアにも励んで、勤労者が病院に来なくても立派な歯科治療を受けるようにしています。より多くの人たちに丈夫な歯を持たせるためのここの人たちの努力は続いています。真心が与える福、講談してお話ししました。人民の国を建てる、諸
共和国は人民大衆を国家と社会の主人に押し立て、人民大衆に奉仕する真の人民の国です。偉大な金日成主席は革命活動を始めた当初から人民大衆中心の主体思想を創始し、それに基づいて真の意味での人民の国を建てました。主席が常に絶対的基準としたのは、ひたすら人民の要求と利益思考であり、信じたのも人民の尽きない力でした。それで主席は政策を一つ立てるにしても、人民を中心に据え、一つの路線を打ち出しても人民の要求が盛り込まれるようにしました。主席は人民の職位住のことや、思う存分働き学び休息する権利を社会主義憲法で規定し、それを制度的法的に裏打ちさせました。北国の鉱山林山の村から軍事境界沿線の農村に至るまで、東海岸の小さな入江から漁村政界の離れ島に至るまで、人民が住むところなら人民を訪ねて絶え間ない現地指導の道を歩み続けた主席でした。主席は生前折に触れて幹部たちに、人民のためなら何でもしてあげるべきだ、革命をする人にとって人民の忠牧になることに勝る光栄はないと言いました。私が仕事をたくさんするとき、国が起こり人民が裕福に暮らせると言って偉大な生涯を閉じるまで現地指導の道にいた主席でした。人民大衆中心の漁村式社会主義を打ち立てた金日成主席の不滅の業績は、共和国の歴史とともに末永く輝くでしょう。人民の国を建てる、講談してお話ししました。